ホーム左が広島方面右が岩国方面東口脇駅は山口県久賀郡群脇町脇4丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRR15。山口県では最東端の駅でもある。脇町と岩国市の市町境にあたる山口県道135号北中山岩国線の山陽本線湖線橋の南側に位置する。 もともと脇町には山陽本線が通過していたものの、町域を通過する区間が1キロメートル弱と短く、隣接する大竹駅からも1 5キロメートルと比較的近かったこともあって、鉄道駅がなかった。町民は隣接する大竹駅、または岩国駅を利用していたが、1982年以降、広島岩国間のダイヤが短編成。 高頻度な都市近郊型に移行し、同区間で新駅が続々と誕生する中で、脇町が JR に新駅の設置を打診。広島シティネットワーク整備の一環として、町や関係機関等が駅施設の建設費を負担する西岸駅として設置された。有効長百六十五メートル、幅二メートルの相対式二面二線のホームを有し、ホーム南端二十五メートルが、 岩国市域にかかる西口と東口の2カ所の出入り口を有し、東西それぞれに簡易自動改札機が設置されている。西口にはトイレと駅事務室が設けられ、愛子か利用可能駅。岩国駅管轄の簡易宅駅で、西口にポス端末が設置されている。東西を結ぶ自由通路が設けられ、駅にはエレベーターが各ホームに設けられている。 西口側及び東口側に自動車停車帯及び駐輪場が確保されている。町内巡回バス及び岩国市営バスが駅前広場に乗り入れる。接近メロディーは当駅のみ、広島支社の半音上がった接近メロディーを使用している。駅スタンプは八ヶ根総合公園のある駅。当駅は鉄道駅であると同時に脇町の設置条例に基づく。 公共施設でもある。ホームなどの JR 西日本の保有施設を除く部分は、脇町の保有、管理する施設である。当駅の施設のうち、脇町が保有、管理する部分については、脇駅交流プラザという総称が与えられており、駅周辺に設置してある駐輪場ともども、指定管理者制度に基づく管理が行われている。2020年4月1日現在の指定管理者は、 株式会社富士ビルサービス。なお、上記の指定管理者の行える業務には、JR 西日本の乗車権類の発券業務等も、含まれている。脇町より任命された、指定管理者は、当駅運営上の相互関係については明らかでない。脇町役場などが集まっている場所までは、西口から約650メートル前後となる。西口の前に、スーパーが営業している。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。